アレッサンドロ、サンドロ・ペルティーニは、イタリア社会党の政治家。第七代大統領。を、名は一般には短縮系のサンドロで知られた。また、日本の報道などでは、ペルチーニと表記されることが多かった。サボナ県ステッラの地主の家に生まれる。バラッツェにある、サレジオ会系のカレッジとサボーナのリセで学ぶ。ファシズムへの抵抗運動に参加し政治犯として、投獄。 同様に国中にあったアントニオ・ブラム氏と交流を持つ。第二次世界大戦末期には、共産党のルイジ・ロンゴラと共に、北イタリア国民解放委員会の指導者となり、ベニート・ムッソリーニらファシズム指導者らを裁く、戦争犯罪法廷の設置を決定。1945年4月25日の、反、ファシスト及び、イタリア北部を占領下に置いていたドイツに対する、一斉放棄を引き、 ファシズムとムッソリーニを文字通り葬り去った。戦後は、ピエトロネンとともに、社会党の再建に努め、1945年からの1年間は、初期長を務めている。1968年から1976年まで、会員議長を務めた。就任までの行き先1978年、ロッキード事件に絡んで、ジョバンニ・レオーネ大統領が辞任したのを受けて、 大統領に就任した。当初は共産党のオスジョルジョアメンドラとキリスト教民主主義のグイード・ゴネーラ元公共教育省が有力候補と目され、ペルティーニは6月29日の第1回選挙の時点では全くその名が上がらなかった。しかし両者とも過半数を取るに至らず、7月1日の第4回投票でゴネーラが辞退すると大統領の選出は混迷した。 ペルティーニが浮上したのは、第12回第15回投票が行われた7月6日の選挙後で態度を決めかねていた社会党がペルティーニに出馬を要請。共産党の支持も取り付け、7月8日の第16回投票において995票中832票を得て当選。翌9日に大統領就任の宣誓を行った。 6月15日のレオーネ辞任から半月にわたる政治的空白に終止符が打たれ王政時代からの歴史を持つ社会党から初の大統領が誕生した。在任中の政策ホワイトハウスにおける歓迎版3回にて握手するのはフランク・シナトラ、後列はロナルド・レーガン・ベ大統領夫妻大統領在任中のイタリアは赤い榴弾などの極左や極右によるテロが頻発。 さらに1978年には、教皇ヨハネ・パウロ一世が、在位わずか33日で休止し、暗殺が疑われたほか、1981年には、ヨハネ・パウロ一世の休止に関与したことが疑われる、複数の人物の名が上がった P2 事件が発生。さらに、第二次マフィア戦争や、P2 事件でその名を取り沙汰されたアンブロシアーの、銀行のロベルト・カルビ・トードリの暗殺など、 社会的不安が広がった。ペルティーニはこれらの事件への対応を行ったものの、首相退任後もイタリア政界のみならず、経済界やマフィア、労働組合に影響力を持っていた、アンドレオッティ元首相による横やりなどを受け、対応に苦慮することとなった。 なお、ヨハネ・パウロ一世の後継者となる455年ぶりの非イタリア人教皇のヨハネ・パウロ二世の選出は、ペルティーニ在任中の出来事であり、教皇庁との間では、カトリック教会は、イタリアの宗教において、特別な地位を有する、胸の部分を削除した、ラテラの条約の改定にこぎつけている。1982年3月に来日、参議院本会議場で、 全面核軍縮を訴える演説を行っている。1990年、内外ともに激動のイタリアに関わり続けた一世紀、近い生涯を閉じる。国民から最も愛された大統領と言われたペルティーニの死は深く痛まれ、同年、アルドロス氏の設計になる記念碑が1945年の放棄を宣言したち、ミラノに混流された。ありがとうございます。